どう、ネプコ、例のゲーム機はあった？どうしよう、アイちゃん、やっぱりなくなってるよ。まったく、あんたが持ってるってことを話してくれれば防げたかもしれないのに。ごめんなさい。ま、過ぎたことを言っても仕方ないわ。まだ遠くに行ってないと思うし、探してみましょう。盗まれちゃダメだよ。うん、わかった。ふぅ、今日はこれで5件目か。犯罪が減るどころか日に日に増えてる気がする。あの日まではそんなことなかったのに、どうしてこうなっちゃったんだろう。やっほー、ビーシャー、今日も調子良さそうだね。こら、ネプネプ、この姿の時はその名で呼んじゃダメ。今はプレスト仮面なの。ごめんごめん、ついうっかりしてたよ。で、そっちはどうだったの？羽田シティは大丈夫だった？もちろん、住民はみんな無事だって話したし、これで私たちの支持率がまた爆上げ間違いなしだよ。今はそれどころじゃないよ。私の部屋からゲーム機が盗まれたんだよ。ゲーム機が？まさか秘密結社？多分そうだと思う。なんかゲーム機を持ったそれっぽい人見かけなかった？そういう人は見てないな。そっか。けど任せて、私も探すのを手伝ってあげる。手分けして探そう。アイちゃん、探すにしてもどうやって犯人さんを探すです？勢いで出てきたけど、確かにそうね。不審な人物なんて言ったらキリがないでしょうし。中古ゲームショップの店員さん。その節はお世話になりましたでしょ。おかげであの後盗まれた商品も戻ってきたんでしょ。戻ってこなければ最悪、店を閉めていたところでしたわ。それは何よりだよ。こんなものしかないんだけど、お礼にうちの店の割引券をあげるでしょ。おお、しかも楽天クレジット以上お買い上げの時に限る 30% 割引券だ。証拠たくましいというか、ちゃっかりしてるというか。けどこれを私たちじゃなくて B 社にあげてくれないかな。泥棒ネズミを捕まえられたのは B 社のおかげなんだ。おお、そうだったでしょの。それはあなたたちへのお礼だから、そのまま受け取ってほしい。なら、これはありがたくもらっちゃうね。そうだ、ダメ元で聞きたいんだけど、見慣れないゲーム機を持った怪しい人を見かけなかったかしら。見慣れないゲーム機でしょ？それってもしかして白くてオレンジ色の渦巻きマークがついたやつでしょ？どうしてわかったですか？中古さんすごいです。中古ゲームショップの店員を甘くもらいたいでしょ。これでも歴代のゲーム機は全て網羅しているんでしょなよ。そいつの見た目と向かっていた先を教えてくれない？私たちそいつを探してるの。いいでしょよ。けどこの私が知らないあのゲーム機は何なんでしょの？試作品にしてはちょっと古めのデザインで人気が入ってたでしょち。それがたまたま拾ったやつだから
私も詳しいことはわからないんだ。なら取り戻した後私に見せてくれない？これでも昔はハード鑑定士中の二つ名で呼ばれていたんでしょ。確か中古の話だといかにも忍者って感じのロボットがこの先に向かっていったのよね。忍者、忍者、アイちゃん、もしかしてあいつじゃないかな。ほら、アイちゃんがトジ踏んだ時にマジコンヌを助けに来たやつ。だからその言い方やめなさいって。こっちだって好きでドジ踏んだわけじゃないんだから。ごめんごめん。けどあいつが犯人なら見つけるのに好都合だわ。急ぎましょう。私は大丈夫よ。そこに行ってみようっと。かかってくるがいい。さて誰を狙おうかしら。取った。見切れるかしら。余裕ね。これくらい私には余裕よ。はあ、今度こそコンパちゃんに嫌われたっちゅ。恋に敗れ仕事にも失敗。おいらはこれから何を生きがいに生きていけばいいっちゅかね。なら俺がいい夢を見せてやるよ。ちゅ、お前誰っちゅか。何、ただの通りすがりさ。怪しい人か。ここにはいないな。やっぱりネプネプはすごいな。みんなに忘れられたってのにすぐに人気者になるんだもん。無理に直さなくてもいいって言ってくれたけど、そうはいかないよ。やっと見つけたでちゅわ。あなたが B 社でちゅわね。へぇ、モンスター。どうしてモンスターが私の名前を。まさか私を食べる気なんじゃ。またか。こんなに可愛い私を怖がるなんて失礼でちゅわ。ガクガクブルブル、ガクガクブルブル。これじゃせっかくお礼を言いに来たのにそれどころじゃなさそうでちゅわね。お礼。この間うちの店に入った泥棒をあなたが捕まえてくれたってネプテーヌたちに聞いてずっと探してたんでちゅわ。なんだ、あのお店の店員さんか。ってことはプレスト仮面の正体も。それは前から知ってたでしょ。さすがモンスター。ネズミタイプとはいえ侮れない。あなたまさか気づいていないと思っていたんでちゅな。あ、けどまさかヒーローともあろう子がモンスター恐怖症なんて情けない話でちゅわね。でちゅわね。泥棒を捕まえてくれたお礼と言ってはなんでちゅが、私があなたのモンスター恐怖症を治してあげるでちゅわ。治す？治すってどう？あなた気づいていないんでちゅの？今私と普通にお話ししているんでちゅわよ。あ、本当だ。なんで？ヒ
私がキュートで可愛いからでちゅ。私のお友達を紹介してあげるから、徐々にモンスターになれるといいでちゅ。私ほどではないでちゅが、みんな可愛い子ばっかりでちゅなよ。本当？それならちょうどいいよ。私、モンスター恐怖症を治したいと思ってたんだ。誰が助けてたっちゅ。うちの店に入った泥棒ネズミでちゅわね。ネズミが増えた。しかもなんか悪そうな顔してる。なんで一度捕まえたネズミを怖がってるんでちゅな。あの時はプレストマスクをつけてテンションが上がってたからノリで、たまたま。そんなことはどうでもいいっちゅ。今すぐオイラをかくまうっちゅ。おいおい、いきなり逃げることないだろう。そんなに俺のことが嫌いなのかい。生まれついての悪なオイラにはわかるんだっちゅ。お前からは嫌な感じしかしないっちゅ。はあ、それは心外だな。せっかく君にいい夢見せてあげようと思ったのに。そうだよね、俺なんかが見せる夢なんてどうせ気に入ってくれないもんね。けど君はそうでも、そこにいる可愛いネズミの子はどうかな。それにちょうどうってつけの子もいるしね。I'm all ready! Prepare yourself!